じゃあ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。大学まで話聞きましたけど、熊谷組、うん、まあ一流の企業ですよね。そうそうそう。で就職されて、うん、でもプロに行きたかったんですか。いやそうだった。あの頃はだからノンプロは結構行けたわけ、いろんなところで。ノンプロも盛んだった。はいはい。だからまあどこでも良かったんだけど、でもまあ東京都で、こうまあ都市対抗も行きやすいし、はいはい、一応名門だし、ね、はい、野球では、はい、だからまあ俺と園田っていうのと2人で、はい、じゃあ熊谷行くかっつって、でよくヤマハとか日本楽器とかさ、はい、河合とかさありますよね、浜松ね、遠いんだよね、ちょっとまあ遠いですね、田舎だし、うん、はい向こうのが結構強かったけどね、強かったけど、まあ大昭和とかね、まあだけど東京っていたろうと、チャンスは来るだろうみたいな。で、まあ開幕、春先から始まって、はい、でまあ悪かった、調子良かったんですよ。ところがね、夏のね、都市対抗の予選の頃に、神大から来た久保田っていうのがいて、はい、これエースだった、神大の。で、俺はまあ一応法政から入ったって、はい、で、2人でもうこれから背負っていけと言って、まあ、割り方、調子が2人とも良かったんですよ。で、予選からじゃあ2人で投げさせようみたいなね。ところがね、俺がね、その予選が始まる1週間ほど前に急性盲腸炎で入院したんだ。なんかありますよ、後ろに。もうやっと掴みかけたチャンスだね。おーで、そう、腹が痛いし、田無に寮があって、グランドとね。で、田無の駅前、駅の甲州街道かなんかで、青梅街道か。青梅街道の近くに病院があってね、でそこへ一人で行きましたよ。マネージャーが洗面器とタオルだけ持ってきてね、でこれから手術ですって誰もいないんだよ、看護の手握りながらね、うわ痛い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 っつって、それで手術して、でそのまま1週間入院したんですよ。それで試合出れないじゃない、痛いっすよ。でね、それからでも回復して、都市対抗は予選はみんな勝ったんですよ。で俺もやっと球投げられるようになって、ああ、で都市対抗出てベンチ入って、でも1回戦で負けそうになって、うん、で最後の9回かなんかにね、お前ももうお前も記念だから投げろっつってね、で1回だけ投げたんですよ、都市対抗、はい、だそれで終わりよ。でもそれで目についたんですよね。いや目につかないんですよ、つかない。それでね、その後秋の、その秋のなんか三別大会っていうのは、ね、三つあるでしょ、はいはい、大きいのは、はい、ありますね、と夏と、はい、秋で、この秋大阪でやるやつじゃないですか、うん、秋は、いや、うん、いや東京だったらいいですよ、東京ですか、うん、それでね、あ大阪かな、大阪だ、日生が強そうな、で割り方の調子が良くてね、勝ちもしたの、はい、ひょっとしたらドラフト11月の終わりのね、はい、俺あるかもしれないと。でまあそんな大きな活躍してないんで、どうかな、でもプロ野球のスカウトってのは、ね、きっと見る目があるだろうと、俺のようなうずもれた人材をね絶対発掘するはずだと俺は思ってたわ。いや結構目立ってたんじゃないですか。いや目立ってないんですよ。目立ってないですか。それでね、ドラフトの当日でさ、一応こう密かに会社行きながらね、こうなんか見たら俺の名前どこにもないわけ、がっくりしたもんね。もうこれで野球人生終わったなと思って。でもまだ社会人だって1年目でしょ。1年の間だってもう24なわけじゃないですか、次の年。まあまあまあそうですよ ね23過ぎて24の年、はいはい、いやこれもうだんだん狭まってくるし、はいはい、ドラフトもさ、プロもう入れないんじゃないかと、はい、このまま工事現場の機材の数数えてる役とかさ、はい、熊谷君がね、いやこのままサラリーマンかと、年対抗で、まあ、出るのがまあ精一杯かな、もう絶望的でした。でもロッテが来てくれたでしょ。いやいや、それは来たんじゃないんですよ。当時のロッテのスカウトは田丸さんってね、法政、はい、の 大先輩で、はい、大監督だった、はい、この人はスカウトやっててね、で俺は個人的に結構いろいろ面倒見てもらってた、はい、で田丸さんに相談したんですよ、はい、プロ行きたい、お前プロ行きたいのか、はい、うち来るかって言われてね、いやいいって言う、行きたいんですけど取ってくれますかね、いやねじ込んで入れてやるよって言ってね、言ってくれてたところへ、ちょうど年が明けて1月ですよ、はい、オフのでドラフトみんな入ってるじゃないですか、はいはい、で1月に東映のスカウトがね、はい、突然寮に電話かかってきて、それで、うちに来ないか、
飛び上がったね。それってドラフトから漏れてる選手じゃないですか。は自由なんですよ。それはもうあとは自由なんですか。そう自由なの、あの時代は。それは時期とか関係ないんですか。関係ない、いつの間にも。それでもうそんなこと世の中にあるのかな。加山がね、拾う紙もあれば、ね、捨てる紙もあるし、やっぱ拾う紙がいたなと思ってね。まあその時は思いもしないスカウトですよ。それでまあ会社に相談したりいろんな人だって、やめとけやめとけ、お前どうせダメされてんだと、お前みたいなやつがね、なんかみんなに反対されたみたいな、ね、みんなの反対、みんなお前だってだ全然活躍もしてないしね、誰からもなんか名前も出てないじゃんお前みたいな、もうみんなにボロクソに言われて。いやでもお父さんが、そうそう、結局親父は相談したら最後に、俺こんなことになってるけどどうするって言ったら、まあそれはお前人生が悔いが残ったらいかんから自分の思い通りやれ。まあ、その一言は結構聞いたね。それは A門さんも悩んでたんですか。俺も悩んでたよやっぱり。おふくろなんかもうそんなあんたサラリーマンになったのにね、せっかくの一流企業やめなさいって、そんなプロ野球なんか期待もされてないのにね。で盛んに言われて、で他の相談したその OB だ、まあ、会社の人とかね、いやそらまだやめた方がいいよ、お前みたいなやついたらダメだよって言われて、もうそれは結構めげたんだけどね。でだけどやっぱり最後そのガキの時からやっぱり思いがあるじゃないですか、プロ野球入って。まあそりゃそうですね。あとはお父さんが背中を押してくれたという、まあ押したというかね、自分でまあ最終的に決めたんだけどね、だからやっとプロ野球入ったんですよ。その年だから2月のキャンプももう真っ最中の、契約したのが2月の16日だ、もうギリギリだったらしいですね。もうギリギリも何もキャンプがもう終わりかけてるから。それでプロに入りました、フリーバッティング投げました。投げた張本ハブ多すぎでしょ。ストライク入らなかった。入らない、バット飛んできたね向こうから。でもそんな時代ですか。うん、バヤラーとスタメンやねんなお前。当時って今だったらバッティングピッチャーって言いますけど、当時っていうのはルーキーのピッチャーが投げたりとか、いやほとんどないです。それからバッティングピッチャー2人ぐらいしかいなかったね。ああなるほど。専属は。だからあとはみんな若い子が投げたりしたんですよ、で最初まあ1週間ぐらいしたら飛ばしたんですよ、ピッチングコーチが。いつまでぐずぐずやってんじゃねえ、お前遅れてんだからなとか言われて、もう怖いわけよ、東海大学。いや怖いっすよね。俺怖いんだよ、ヤクザ映画かフライヤーズかって言われた時代だから。それでなんか言われて、ああそうだなと思って、で俺練習遅れてるから、練習終わってからみんなフェンス壁でしょ、コンクリート、でそこで球をこうぶつけつけて早く肩つくぞ、そしたらいきなり投げろって言われても、ピッチングログにしてないから、それが入らないわけよ。大杉さんと白さんとか、パラパラやろお前、それはやめんじゃろお前、怒って出ていくわけよ。そしたら張本勲さんが出てくるわけよ。もうその時にはもう目の前見えないじゃんって目の前見えないぐらいになってた。あれはもう大手はその バットでこうじゃろ、ね、ってバットをまっすぐ見て人に向けてくるじゃないかって、もうそれだけでほら、もう足すくんでしまうわけよ。怖っと思って。で、投げたんですよ。仕方ない、投げないと思う。で、変わってくれないしね。そしたらね、やっぱり他の人と違うね。全部打つ。どこへ来ても打つ。振ってくれるとやっぱり、振ってくれるの楽でしょ。こらもここ、ね、ラケットで打ってるみたいな。ね、全部。いや、もう一球ずつは当たるさえな。すみません。でしばらく投げて10球か10球以上ボールだったんだけどね、あんまり打ってくれるとストライク入り出すんだよね。で入り出してからもうハリさんも気分よくさ、いやなんかすごく張本さんに感謝をされてる、その時にもし5球ぐらいボールが続いてバットでやろうって言われたら俺は今日なかったんです。さすがに俺もビビって逃げたよ。やっぱそのぐらいやっぱ迫力があったということですか。そんな怖いですよ。俺初日にね、俺の先輩が2人と上にいて挨拶行けって、で部屋入ったんですよ夜。初日にバッて行ったら10畳ぐらいのところにね、一人でもうローラルシーみたいなさ、こんな熱い座布団にカーッているわけよ。震えたね。この辺の話は山本と申し訳ない、おお前か、うん、喧嘩すんなよ。一発目に言われたから。なんでそんなことすんてんのこれ。多分先輩が言ってんだよね。
最初に吹き込んでんの。ほらでも足が震えちゃってね、吸い出したの。かぶってやるんですよ。で、最初挨拶したんですよ。で、その後、フリーバッティングだからさ、入りませんよ、ストライクなんか。まあ、そうですね。はい。でも、張本さんになんか救われたときね。いや、だからあの時、もしあの人がそんな全部打ってくれてなかったら、いや、さすがにもうその時は気が引けてね、俺は所詮ドラフト外で、100に入って100番目の新聞も2行しか出てないからね。全紙に出てないんだよ。2行隅の方にね、こうね、出てる新聞もあった。だから知らないわけですよ、俺がプレー入ったの。だから、ほらもうやっぱりダメだ、田舎帰ろうと。もうこのまま張本さんへバカって言われたらね、もうこれは荷物まとめてすいませんでしたって帰ろうと思ったんですよ。いや、今でももう感謝してるということ。いや、もうそれはずっとお感謝しますよ。はい、はい、向こうは全然思ってないけどね。でも張本さんの方が やり合ってはないですか。いや、やり合ってない。やり合ってない。あのね、昭和51年にね、はい、まあ、その後俺何回入って、で、俺も阪神に51年取れた、はいはい、で、ハリさんもあのなったんですよ、巨人。あ、で、巨人阪神戦があって、うん、そこにクレイジーライトっていうね、はい、いましたね、ちょっとおかしいやつがいたんですよ。ですね、はい、こいつがね、デッドボールバンバン当てるから、もう乱闘になったから、はい、で、俺らもまあ行くじゃんと、で、ライトにカーで、俺2人でガンガンやってたの。で、もう、フルサー上げて、俺の兄弟みたいなやつがいるから、はい、こいつもまたカッカやって、で、やってたらいつの間にかさ、俺を抑えてんのは高田さんだ。ああ、ね、高田さんが俺にして、お前やってけよ、お前やって小声で言ってるわけ。この辺でハリさんが、おい、あの柴田行け、柴田ってあ、名前出してくれ言うんだよ。巨人の同じ選手。もうだから、もうハリさんってのは本当おもろかった。ハリさん面白いですよね、話ですね。面白いですね、あの人もむちゃくちゃおもろいからね。それでまあ試合が始まる。で、こう、バッターボックスでね、あれ、あの人ね、調子悪かったんですよ、入った時は。まあ、いじめられたかどうか知らんけど。でね、調子悪くてね、で、バッターボックス入ってくるたびに、なんかね、こう、ちょっと、言わない、勢いがないわけ。こう、バットもこう、ちょっと、なんとなくさ、今までのこう、ってこう向けるのにさ、なんとなく、どれもこう、見ながらさ、あ、調子悪いな、ハリさんと。で、これも人に一本ぐらい打たれても、気持ち的にいいかと思って、で、ピュッとこう投げたんですよ、さあ、さすがだから、やっぱ真ん中あたり、こう、一、二塁、まあまあそうですね、引っ掛けに打つじゃん。で、一塁、こう、行くとね、俺の方に、まあ、なんとも言えない、こう、まあ、アイコンタクトが来られる。アンドの呼吸みたいなのが。アイコンタクト。こうやってやってるわけ。そしたら、次、王さんですよ。だから、もうそれで勝負せと、王と。ね、で、俺は、ここから動かないから、一塁が。走らない。走らない。じっと言うから。それがもう見えるわけですよ。だ本当にリードしてないんだよ。はあ、だから、こうちゃんかなんかさ、リード、リードってちっちゃな声でさ、言うけど、挨拶しやんから、こうやってもらって。それで、まあ、王さんと勝負するみたいな。それはいつも。いや、だからもう、ランナーを気にせず、王さんと勝負ができたというか。だから、俺らみたいな雑魚は、ね、王さんが打ち取っていくらだよ、世界の差だ。まあ、そうですよね。それで集中したの。名前を打っていかなきゃいけないですもんね。うん、もう前後のバッター打たれたって。なるそんなことがありますよ。はい、またじゃこれからあのプロ入り後の話をちょっと聞いていきます。トラブルだらけですよ。はい。